SM コンビは相性抜群。少女時代ユリ&スーパージュニアシウォン。兄弟のようなツーショット写真公開写真イコール SM エンターテインメント。公式インスタグラムソロデビューした少女時代のユリとスーパージュニアのシウォンが SM タウン兄弟のツーショットを公開した。7日、SM タウンは公式インスタグラムアカウントを通じて音楽番組の楽屋で出会ったシウォンとユリ。ユリのメッセージが込められた1ストーンソロアルバム、思って一緒に撮った2人の愉快な姿。SM タウンもスーパージュニアとソロのユリを応援しますというメッセージとともに1枚の写真を掲載した。公開された写真でスーパージュニアのシウォンは少女時代からソロアーティストに変身したユリの直筆サインとメッセージが書かれたソロアルバムを持って満足げな笑顔を見せており、その隣でユリは頬杖をついてはにかむような笑顔でシウォンを見ているなど、兄弟のようなケミストリー、相手との相性、ショットでファンたちの目を引いた。ユリは7日午後に放送された SBS 人気歌謡でソロでカムバックステージを披露した。新曲、夢、イリュージョンと、イントゥユーで巧みなステージパフォー。マンスはもちろん、さらに深まったセクシーさで強烈なソロデビューを果たした。特に、タイトル曲、イントゥユーは、オリエンタル風の伝統的な要素が加えられた軽快なリズムとキャッチ。ナフックメロディーが印象的なポップダンス曲で、愛する人と一緒に深い恋に落ちたい気持ちを表現した。少女時代ユリ、ソロデビュー曲、イントゥユー、ミリボルト公開、ラテンリズム&セクシーダンスで魅惑。少女時代ユリ、ソロデビューに対するメンバーたちの反応は、グループチャットで私のことを、